はい、どうも皆さん、こんにちは。つなかべでございます。今回はね、はい、HiveQS というサーバーで、まあ、Hive ってサーバーでデスランというゲームをやっていきたいと思います。まあ、最近有名な人気なゲームなんでね、まあ、知ってる方いると思いますが、こちらのゲームやっていきたいと思います。では始まるまでカット。はい、それではね、やっていきたいと思います。はい、で、今回やっていくマップなんですけども、見れないですね。どうやって見るのかな。見れないですね。あの、こんな感じのマップです。今はちょっと、なんていうんですか、マップのあれを見させてもらってます。まあ、こんな感じで、まあ、マリオカートとかやったことある人はわかると思いますが、けど、なんか、なんていうんですか、マップを見せてくれるんですよ、最初に。まあ、このゲームはね、説明しますと、まあ、ドラゴンエスケープの改良版的な、ちょっとね、ドラゴンエスケープよりもさらに楽しくなった、ね、ゲームになっております。で、まあ、このね、何人かの人たちと、何人だろう、まあ、デスランというか競争していくわけなんですけども、これで邪魔する人がね、2、3人いるんですよ。まあ、その人たちが邪魔してくる中を、まあ、この中で1位を争うみたいな、まあ、そんな感じ。自分大型なんで説明下手くそなんですけど。で、この下の、経験値とかが普段変えてるとこが秒数ですね。これ1秒で始まる。スタート。オッケー。やばい、ここ。あれ、やってこないし。やった。タイミングふざけんなよ、こいつら。やってくるかと思ったのね。いやー、出だし悪い。で、このなんかね、これつけてる人ダサいですよね。ダサいですけど、なんか、おしゃんっていうですね。おっ、オッケー。いい感じ。で、ここのね、なんか、邪魔する人はここが青色になってる。と。ダッサ、青色じゃない、緑色になってると使えるらしく、まあ、ここはやれますね。ここもやられますね。ここ何、おい、うお、岩石ってきた。なんかかわしちゃったし、俺残念だったな。お、ステージ4、いい感じだね。はい、えうい、 OK。 なんかラグってた今、ラッキー。お、いい感じ、これ来てるわ。はい。いけ、頼む、間に合って。OK。素晴らしいプレイを見せてくれました。ここはジャンプですね。ジャンプで、上まで行き、さらにここ上に登る。おい。行きますよ。はい。あ、危ね。OK。残念し。はい、残念しよう。よし、これ、来たんじゃね。うら。終わった。今何位だったでしょう。これね、多分今最後の最後でね、一人抜かれたんだよね。1位ではないことは確かなんですけども、できれば3位に入っててほしい。はい、終わったら、1位の人はゴールしてから、60秒後に終わるんで、その時に結果が見れるんで、そこまでカットしまーす。カット。はい、結果発表です。1位2位3位で、俺の顔が反映されてねんだけど。あ、ちなみにこのゲーム 1.8 からしかできないんで、ひどくね、マジ。のっぺらぼうなんだが。はい、というわけでね、無事3位でしたけど、まあ、初めてじゃなくて2回目にしてはいいんじゃないかと思います。はい。まあ、これ1回プレイして、さっき、ボコスコンされたんで。はい、というわけで、今回はこれ1回で終わりたいと思います。ほんとこのゲームね、ちょっとシリーズ化する並みに面白いんで、はい、これからもぜひやっていこうと思います。そしてやってみてください。で、まあ、このサーバーね、自分3ピンやら4ピンやらちょっと危ういぐらいなんですけども、まあ、このゲームならね、案外3ピン4ピン関係なしに遊べるんで、ほんとめっちゃ楽しいんで、ぜひ皆さんもやってみてください。というわけで、最後まで見てくれた方、ご視聴ありがとうございました。なかなか3ピンにならないから、俺がこう、なんていうの、高回線プレイヤーに見えたこと、はい、3ピンになりましたね。はい、僕は3ピンでちゅ。はい、というわけで雑談が長くなりましたが、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。やってみてください。バイバイ。